はい、皆さんこんにちは、ヘビーズクスチャンネルです。こうやってこうカメラを前に私が現れて喋るの久しぶりかなと思うんですけども、なんか動画はね、まあ、ちょっとずつ更新はしていると思うんですけど、まあ、結構私声だけで出演することも多かったのかなと思うんですけど、皆さんどうですか最近。私はですね、結構私職業柄この時期忙しいんですよ。でその忙しいのが先日やっと、まあ、この動画撮ってるのが、8月29日の、まあ、午前夜中の何時とかそんな感じなんですけど、結構忙しくてですね、なかなか皆さんの目の前でこうやって喋るっていうのがしてなかったんですけど、最近やっとこう落ち着いてきまして、こうやってねまた動画を撮れるようになりました。でまあこの期間もですね、特に我が家で飼ってる生き物に何か変化があったかって言われるとそんなになくて、まあみんな元気にやってますね。うちヘビがメインなんで、まあチャンネル名の通りね、まあ結構まあなんか食べたり食べなかったりっていうのはちょくちょくありますけれども、さっきもねヘビに餌やってたらいつも食べるセントラルパイソンが食べなかったりとかで、それでちょっと大丈夫かなと思ったりとか、まあそういうのはちょくちょくありますけれども、はい、まあでもそれ以外みんな元気よくやってるんで特に問題ないのかなとは思います。で今日すごく涼しくて、まあ徐々に秋めいてきたというかね、もう暑くてもう夜ももうなんかもうめちゃめちゃもう蒸し暑くてみたいな日は減りましたよね、だいぶ。なんでこのままこうね秋になって冬になってっていう風に、この早く暑いのから解放されたいなと思いつつ、ただ冬は冬でね、爬虫類たちにとってはかなり厳しい季節にはなるので、またこうしっかりと部屋温めたりとかケージ温めとかたりとか、はい、そういうことをして、また乗り越えていきたいななんていう風に思ってます。で今日はですね、久しぶりに、生き物をお迎えしました。というのはですね、この動物飼いたいなって久しぶりにこう思えた生き物がございまして、はい、でまあただそんな簡単にこう飼えるようなものではないんですよね、金額的にも。でももしどっかいいのいたらなーなんて思ってたんですけど、まあ、そんな中いつもお世話になっているペットショップの方にですね、この動物飼いたいんですよみたいな話したら、じゃあこれどうすかみたいなお話をいただいたんで、お迎えをしてまいりました。じゃあ何をお迎えしたのかと言いますとですね、じゃあ今からお見せしますね。はい、こちらちょっと見えづらいんで開けますね。はい、こちら見えますか。はい、こちらですね、三つ指ハコガメと、ね、三つ指ハコガメっていう、まあハコガメなんですよ。最近ずっとこうなんかハコガメ熱というかですね、ハコガメ今まで一回も飼ったことなくて、ごめんね、はい、飼ったことなくて、はい、なんかいつか飼いたいなって思ってたら、まあ、ちょうどタイミングがね良かったので、はい、今回お迎えするに至りました。はい、ということで今日ですね、この子、まあ、まだちょっとこうお迎えして今日お迎えしたばっかなんで、全然本当にこう連れて帰ってきたばっかの状態なんですよね。なので、まあ、これからね、セッティングしたりとか新環境セッティングしたりとかっていうことをしていくんですけども、まあそれはまた別の動画でねしっかりやっていきたいなと思ってますので、まあ、今日はこういうこうハコガメちゃんをね、見てくださいこれ可愛くないですかこれ、ハコガメちゃんをお迎えしたという動画でした。はい、というわけで、今日の動画は以上になります。またこのねハコガメの動画とかも、まあもちろんそうなんですけど、いろんな動物のね動画、撮影していきたいなと思ってますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。